楠木崎は、日本の競技カルタ選手。大分県中津市出身。2005年1月8日に、滋賀県大津市大水イングルで開催された第49期クイーンに、決定戦に、中津市立緑ヶ丘中学校の3年時に出場。荒川優里を破り史上最年少の15歳で、クイーンとなる。大分県立中津南高等学校に進学後は、 カルタ部を立ち上げ、総部2年目にして、全国高等学校国ら100人一種カルタ選手権、大会団体戦優勝に導いた。その後も連覇を続けたクスノキは、立命館大学産業社会学部に進学。一回生として在学中の2009年1月10日に、行われた第53期クイーン E 決定戦で勝利。5連覇を達成するとと,ともに、 史上最年少で3人目の衛星クイーンとなる。その後も連覇は途絶えることなく2013年1月の大会で9連覇を達成。大見神宮のウェブ版では史上最年少クイーン獲得とそれ以降の活躍をもって鮮やかに楠木時代の到来を告げたと評される。福岡教育大学教職大学院終了後、福岡県にて小学校教諭として勤務。 2014年1月11日、第58期クイーン委決定戦で10連覇を達成した。同年9月、第59期クイーン委決定戦への出場自体を承認された。ありがとうございます。